ドライブ行こう。よーし、はーい、久々ですね、本当に。そう、遠方にロケ行くついでに、うん、ドライブ動画撮ろうよ。まあ、前回もね、あのバーベキューの時にやりましたよね。その後のやっぱバーベキューがあんな空気になると。いやもう本当にね、忘れてないからな俺、バターを誰も買わなかった。沈下したのに。ホタテにはバターだろって。もういいでしょ。めっちゃ別日です今、はい、今日大丈夫バター持ったね。今日バター使うんですか。バター使わない。使わないんだ今日。今日どこ行くんすか。確かに。何言わない。企画も教えてくれない。前回もそうだったけど。というわけで行きましょう。はい、よっしゃ。はい、今日でも天気がいいですね。気持ちいいね。雲がないのよ。やっぱこういうさ、車で行った時ってみんなでなんか食ったりするのがいいじゃないですか。いいですね。これ、え？何？え？いやめっちゃさっきおにぎり。これさ、これ いつもじゃない？それそろそろもう、あの受けなくなる。擦り続けてるけど。受けるためにおにぎり食ってるわけないでしょ。なんかさ、恐れ山とこうやって車乗ったりすると ね慣れなきゃそんなこと言わない。いや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 、この流れになったらもう自白するしかない。わからない。こう車でみんなで移動した時ってなんかじゃあ途中で食おうかっていうさ、はいはいはい、常にそうじゃない。こうやって移動してみんなで車移動して行こうよって、なんかあそこのラーメン屋めっちゃうまそうじゃないみたいな時に、いやでも私食べたんでって言うと、じゃあラーメンじゃないかってみんなが。いいんでしょ。でもその時ラーメンに行ったっておそれさん、もう全然構わない。あ、いいの。そうそうそう、はい、そこはどうすんの。でもラーメン屋だったら一杯ぐらい注文しなきゃダメじゃん、うん、いやそこはもう無限の胃袋がえ、草薙くん。フードファイターの時の草薙くん、まあ、そうだ、ね、実質宇宙。俺の胃袋は実質宇宙だって。実質ではないの。嘘で言ってんのよ。え、これあれない、あれないの？ ETC？ ETC ない？あるのか？ ETC がだってないでしょ。ない。え、会社の ETC あるんですか？はい、はい、カードでも大丈夫そうですよ。はい、俺さ、いつも会社の ETC あるじゃんって言うとみんなが沈黙するんだよ。1320円ください。あれ、ETC ない。僕の金を使え。会社の ETC なかったっけ？1320円。会社の ETC なかったっけ？万札しかない。なんか金庫に入れてて一回も使ったことない。ETC 金庫に入れてる。 ETC を金庫に入れる必要ある。まあ、まあ、カードですから、クレカですからね。ちょっとさ、サービスエリア寄ってさ、あ、いいね。あら、なんか食べましょうよ。めっちゃいい。あら、サービス、サービス。あ、出た。ちょっとさ、ちょっとエヴァのネタバレする気かって。だいぶ前から言ってる。言ってるから。それはでも新エヴァで言ってくれるかなとはちょっと思います。あ、サービス、サービス。本編で不意に言うかな。そういうノリじゃなかったよね。もうね、そういう主観した雰囲気は全くなかった、ね、サービスっていうノリじゃもうなかったな。私が脚本家だったら言わせてたな。あ、シンジ君、最後の戦いをサービス、サービスで言ったよ。どういうこと。そういうノリがね、美里さんにはもうなかった。そういう余裕のある話ではユーモアゼロ。ずっと怒ってましたよね。みんな怒ってましたよね。あ、そうね、マジだからな。最初からみんなマジでは感じすぎたよな。日常会とかだって挟む余地なかったね。あの曲聴けなかったですよね。あー、デレレって。あの曲なかったね。ないでしょ、ね、あれもなかった。ドゥンドゥンツ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 。あー、なかった。あれもなかったよ。なんか、なんかアレンジは、え、あった？アレンジはありました、確か。ファー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 。原宿さんめっちゃうまいじゃん。え、原宿の人わわわわわドンツドンツドンツ。原宿さんめっちゃうまい。原宿さんの一人足も作戦できるんだよ。すごい。原宿さんが一人で記憶でエヴァを全部やる。原宿エヴァジョ。原宿エヴァジョ。やってたやつじゃん。いいね。こういうでもなんか口で曲を言うやつ面白いからやりたいんだよ。口タンク選手権やりたいんだけどね。口タンク、ね、ずっと言ってますよね。カーブボーイビバップのオープニング、これ YouTube から弾かれた人が優勝。確かに確かに。そうね、あまりにも似すぎてて。ちょっと原宿さんやってみてください。確かに原宿タンク。急
じゃあやるか、久々に。聞いただけじゃみんなピンとこない。いやもうドライブといえば音楽ですから、やっぱね。確かに、音楽流してくださいよ。音楽流そうか。お願いします。じゃあカーボーイビバップのアルバムを、はい、うん、落ち。テレン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 テあ、事故る事故る。危ない危ない危ない。バンクになったから。ちょっと。あれ、あれどこまで行ったっけ。ベースまで。もう一回、はいはいはい、再生お願いします。テレン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 このまま表にしたら面白すぎるから、表にしてもまだなってたら、テレ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 カーボーイビバップ。あすごいわ、やっぱすごいね、これ勝てないかも。優勝です、口タンクはちょっとね、優勝したら消されました YouTube、 終わりです、ね、ちょっと今日バンされたかもこの動画。あなんか涙出てきた。ナイちゃんどうしてんの、なんか優勝場面が頭すごいね、あまりにも、ね、あまりにも大声出しすぎて感情めちゃめちゃ出ちゃう。ね、リモブリッジ通る？え、リモブリッジだ。あ、これリモブリッジだ。あ、封鎖する？封鎖できる？封鎖できる。リモブリッジ通れる？あ、リモブリッジ。リモブリッジ封鎖できます。ふざけたろ今。ちょっと。ダメだ。ダメだ。ダメだ。まだ間に合います。まだ間に合う。まだ間に合う。あ、通れる。通れる。通ってる。通ってる。通ってるよ。通ってる。ブロイザー。レインボーブリッジ封鎖できません。そんな言い方、そんな言い方、全然なんかちょっと原宿さん精度下がってる、なんかね、違うの、なんか自分の中で変わってって変わってってる。最近俺レインボーブリッジ封鎖できません言わないようにしてたのよ。名じゃんけに最近言わないようにしてたから控えてる、ちょっと分かんなくなっちゃった、ちょっと衰えきてますね。これちょっと問題ですね。ちょっともうそろそろおしっこしたくなってきたからさ、ここでしてください。え、ここでいいの？はい。なんか売ってんじゃん。売ってる売ってる。あ、宝くじ売ってるよ。宝くじみんなで買うしかないな、これ。サービスエリアって宝くじ売ってるよね。なんか。売ってる。よし。あざーす。よっしゃ。よっしゃ、休憩だ。やってやって。休め休め。やってやって。串焼きとか。はい。よっしゃー、いやー、いいね、できましたね、買っちゃったね。あ、なんか買ってる。サービスエリアっていうのはいいね。一人マン買っちゃった。みんな、うん、カレーパンも、うん、ちまき買いました、うん、確認が入ってた、うんうん、いやでもちょっと恐れざった、うんはい、今からみんなでちょっとご飯で買いに来いって言ってる時に、うん、さっきも飯食っちゃったとか言ってたのに、おにぎり食ったとかね、行きがけにめちゃめちゃチョコ食ってたじゃん。またやったな。つもりなポケットにチョコ、どういうよ。いや違うんですよ。ポッケになんかプリンのチョコが入ってて、なんだプリンにそれ。でもおしゃれバレた。違うんだ。気づいたら食べてたんですよ。そのポッケをなんとなくまさぐったチョコがあるじゃないですか、うん、でもその時はまだ意識の中にそれが入ってきてなくて、うん、でも手はもうチョコを開ける動きをしちゃったもんだから、うん、もう食べるしかね、
なかったわけ、ね、美味しそうな肉まんすねこれね、うん、ちょっといいわ、はい、あそうだなんかさおもころフードフェスやりたいのよ、ね、この恐れ山の角煮っていうのをねちょっと YouTube でも何回か言ってますけど、まあ、代表的なおもころグルメですよ、うんそうね、他にもなんかね結構あって、まあ記事では言ってるかもしれないけど三久野新っていうやつの作るカレーが美味しいんですよ、うん、三久野新カレーって言ってあれはうまいマジでそれ本当にうまいからそれもなんかねみんなで食べたりとか三久野新のお母さん直伝のレシピそう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 、ね、めちゃうまいんですけどあれを作ってる時の三久野新さん、うん、めちゃくちゃずっと怒ってるめちゃめちゃキレてるなんでかわかんないけど三久野新さん料理してる時ずっとキレ続けてずっと怒るあれやばかった合宿の時やばかったよ、うんあそうそうおもころライターでね旅行に行く時があるんですけど、うん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 、その時もねみんなのためにカレー振る舞うってなったらもうずっと切れ散らかしてて、うんうんまあ、だから頼んじゃいけないんだよな俺たちのエゴなのが美味しいからちょっと食べたいし料理得意だから作ってよって言ってそんなこと言っちゃいけないんだろうね軽々しいプレッシャーがかかってんじゃないなんかイカがなくて、うん、しょうがなく当たり目を使うそれでも納得いってなくて、うん、で完成して、うん、で他の、ね、新人のライターとかが食べて、うん、美味しいみたいなこと言ったら僕同士の遠くから入るわけねえんだけどあいつにいいじゃん嫌な板長一回試しで試しでこれそうなんだわけねえんだけどすごいねみんな買ったでしょサービスエリアといえばねこちらスクラッチスクラッチくじそうそう買うよねちょっとスクラッチくじ買ったからねちょっと削るわ安すぎやろ一等500万だから500万でかいよこれ出たらもうロケとか中止しよう一回ちょっとさリーチかかったら教えて確かにリーチかかったらリーチってこれどうなったら当たりなのこれこれルールがよくわからないなかかったおえリーチかかったリーチはかかるのよほら見てこの1億マークがリーチだからあダメだあ二等30万お当たったここ削ったらもう30万ここに1億が出れば30万ですダメだわ当たるじゃあもうこれさ30万と同じってことよもう言ったら違いますけど30万の可能性内包してるんだから可能性はね始まったわこれもうこのままにしといた方がいい可能性のままね可能性のままで置いといた方がいいんじゃないこれ10年前ぐらいも同じこと確かにトリプルリーチじゃないですかこれ同じ数字が揃えば当たりなんだけど、はい、1,2,3 上から順番に上から順番にリーチがトリプル3回かかってるこれ1等50万2等10万3等1万ちょっとちょっとで最低でもこれもう1万円と同じってことまあ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 、まあ、これを誰かに1万円で売るっていうのが一番いいもう削んない方がいいんすか削んない方が実は価値があるものかもしれないいやー10万とか出ちゃうかもしれないですよ50万もいやーもう削んない方がいいやこれいや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 削りたくない削りたくない削りたくないやりたくないいくか行くかももう行こうえ自分で全部演出するシャンクス腕がじゃあよくないじゃんえ何 JZ JZ 何それ JZ JZ って何 JZ でしたえ何それ何ワンピースのなんか JZ JZ って何いや、外れですえ JZ JZ って何えルフィ、助けて何これ何これさあそんなことよりさ、はい、おもころチャンネルの話してくれよ。あ、おもころチャンネルね。そうね。おもころチャンネルね。どうですか最近？どうですか？この2021年になってから。いやなんかまあまあコツコツとねやらせてもらってます。気になることはありますよね。うん、え何？
あのたまにあるね、うん、チャンネル登録選手権、動画選手権あるじゃないですか、ちょくちょくやってますけど、うん、案件もね来たりして、うん、ビーボーラさん、うん、あの永田さん、ね、あと加藤さん、あそう、はい、やっぱりいつまでやる気ですか。本当にいい加減してくれよ。マジでそうよ。聞こえるんですよあれ、見てると。何度も頼むから俺を早く楽にしてくれ。殺してくれ。殺しちゃってないか。確かにそれはそうなんだよね。俺だってもうやりたくないのよ。電脳チャイナとチャンネル坊やはもういいだろ、もうね。そっか、うん、もうやめどきか。そう、あのやめどきを過ぎた、ね、2回目をやってしまったのが全ての間違いそう、だから3回があったらね、2度あることは、2やったらもう3やんなきゃいけなくなってくんだよ、まあね、気持ち的に。チャンネル登録以外もやってなかった坊や。確かに、ね、セルフォン坊やってセルフォン坊やもやったし、セルフォン坊やもやったし、よくあれをね、ドコモに売りつけたな。クリーム坊やもやったもん。クリーム坊やもやった。いや、だから C で、C のキャップがぴったり合うのよ。クリームだし、セルフォンだし。合っちゃうのが悪い。あ、じゃあ C の案件が来たら。C の案件ちょっとごめんなさい、もう NG。NG なの？やっちゃうから。こっちが変えりゃいいんだよ。別にさ、C の案件ちょっとごめんなさい。セルフォンという解釈をしなきゃいいじゃん。そうドコモだから合わせに行った。そうそう。やっぱガマドにも本当悪いことしてると。確かに。ガマドが一番苦いじゃん、ね。しばらくチャンネル坊やはちょっと。封印かな。ガマドいいよ。何年間？何年間？何年終わったらじゃあ封印っていうかじゃあ謹慎というか。謹慎。謹慎。あじゃあそんぐらい決まってたわ。ちょっと年内はちょっともう。あ意外と短。あもっと長。謹慎明けがあるってこと。3年分かった。3年後にさ、それを覚えてられる。3年ね。加藤さんは、加藤さんいやもうやめるやめる、ね、あ、電脳チャイナ、やめるっていうか、ちゃんと分からせてほしい。動画じゃなかった。あでもなんか電脳チャイナもっと分かりやすければもっといいのかな。確かにね、それと一緒ですよね。もう飽きちゃってるから。その分かりやすさはもうね、通り越してる。通り越してる。最初から分かりやすくない。最初から何にも一切分かんないから。そうそう、チャイナパトロールは2年。チャイナパトロールは2年かな。チャンネル坊やは3年。そもそもさ、そもそもみんな登録動画として作れるものを作ってないのよ。そうそう、それはね、お前が言うな、それは。だから、応援をされてないじゃん。俺含めてさ、恐れ山に言われるならわかるわ。恐れ山のは使える。俺含めてもう、なんか一回本当に登録画面っていうものを、やっぱり作ろうよっていう。そうそうそう。やっぱ基本をやろう。ちゃんと作ろう。ちゃんとしよう。それはそう。一人一人向き合おう。うん。はい、もう完了。3キロ目的地周辺です。すぐじゃん。3キロ。ね。3キロ。じゃあもう最後にあれの話しようよ。え？あれ？さあ、今後やっぱ、うん、コラボしてみたい YouTuber の方とか。あんまりしてないもんね。もう全然してないんですよ。カプリティオさんぐらいで。やっぱ僕らもうあれじゃないですか。うん、人見知りじゃないですか。めちゃくちゃ人見知り集団。そうだ、ね、最強人見知り集団。最強人見知り集団だから。ともころチャンネル一人きりなんか どういう人とどういうやり方でやればいいのか教えてほしいわ。なんか私たちって結局自分たちが一番面白いと思ってる。そんなことないわ。そんなことねえ。お前だけだろ。お前だけだよ。お前だけだろ。恐れ山神にでもなったつもりか。恐れ山よ。みんなそう思ってる。なんかやっぱ相手方にもその面白い形にならないとなとか思うとさ、果たして俺たちが行ってなんか大丈夫かなみたいな感じもあるよね。だからちゃんとしてればしてるほど荒らしちゃうじゃん。そうそう、なんかさ変なちょっと逆のこと言ったりとかしちゃってさ、変な感じになったら、それこそなんかすする TV にもし僕らが出たとしたら、はいはいはい、めちゃくちゃなことしちゃうじゃん。すすらないわけ。すすらないし、アムアム食べしちゃうね。首くくるとか言うし、なんかなんとかルーでいっぱい言うだろうね。だそうだ、ね、それがさ、すするさんにとって私はいいのかって言われると、こっちはね、ないね、うん、いいわけないんだよな。普通にいいラーメンの話とかね、した方がいいんですから。そうそうそう。本当はね、恐れ山の好きなラーメンは何ですかとかさ、そういう話をちゃんとしてった方がいいの。でもその人も恐れ山飯食ってきますよ。そうなのよ。それ本当失礼よ。マジそれは本当ダメ。それはでもしょうがない。しょうがなくない。中華丼食ってきちゃいました。麺類とか試験じゃん。ラーメン食ってラーメン食ってきちゃいました。
びっくりする、仰天する。それはもう自由だから。だからなんか逆に教えてほしい。おすすめ。あ、そうかも。そんな人いますよってね。こういう人どうですかねみたいな。コメント欄です。うん。合いそうな人たち。うん。確かに。人見知りでも。ちょっとやっぱ気さくな人がいいな。なんかやっぱ優しくて気さくで注文が多いな、うん、長ズボンがいいな、半ズボンはちょっと大して受けてもないチャンネルのやつがお茶を受けてないやつもそういうな、ひどすぎこんなやつとコラボするやついないよ、何のメリットはある程度の低い、一人でやってろよってこう感じだ。あれはあのさ、はい、キャンプやってる人、ああはいはい、なんか、ね、ああいう手元のいい感じに映す映像でなんかやりたいなっていうのがあって、あれでなんかおしっこをスポイトでさ熱した鉄板にシュワってやってクセッって言ってたら、向こうのメリットそれはもうあっちの調理器具使わせてもらえばって言っちゃダメだよ。そういうこと言ってるからやっぱコラボしてくれないしさ、それでうちが得できるのもうおかしいんだよ。確かに僕らも得しないんですけど両方そうしてることだ、それやろう一両方その終わり方視聴者も損だし、おしっこスポイトキャンプやろうよ。最悪すぎ。そういうことしないんで、ね、ちょっとやっぱ今後ね、うん、おころチャンネルも健全に頑張っていきますので、皆さん何どうぞ行きたいですね。チャンネル登録、高評価、お願いします。お願いします。もう目的地に着くんで、あ、警察だ。さよなら。さよなら。さよなら。警察に手振って、やばいやばい、怖い怖い怖い。バック寿司持ち帰り 100m 走、よっしゃ、よーい、スタート。あ、お、お、お、あ、なんかいいんじゃない、あ、いいじゃん、いいんじゃない、あ、いい感じですよ、いいんじゃない、あ、いいじゃん、いいじゃん。スーパーで何があったんだ。遅っ。あ、危ない危ない。